もうすぐ50の元男子絵描きのココでーす。今日はちょっと更年期うつについていろいろ徹底的に調べてみました。この動画を見たからって更年期うつが全部解決されるかどうかもわからないんですけれども、更年期うつや更年期障害について皆さんの何かしらの手がかりにしてほしいということで、更年期の度合いのチェックリストみたいなものも皆さんと一緒にやっていきたいと思います。あなたの更年期指数はどの程度でしょうか？よかったら最後までご覧ください。まず更年期うつというのをご紹介したいんですけれども、更年期うつという病気ではなくて、更年期になるとうつっぽくなってしまうので、それを総称して更年期うつというように呼ぶようになったみたいなんですね。なぜ更年期になるとそんな状況になるのかというと、更年期になると女性も男性もホルモンのバランスに乱れが出てきて、それが当たり前の年代になってきます。更年期になってもホルモンが安定してる人の方が珍しいので、更年期になってうつっぽい状況になってるのが自分だけなんだなんて思わなくていいんです。みんな何かしらの症状が出てきます。心に出てくるのか体に出てくるのか、何かしら出てきます。出てきて当たり前っていう風に聞いていただきたいんですね。なので更年期うつになるからって何も恥ずかしいことでもないですし、いろいろな症状があるんですね。私は外から女性ホルモンを入れてるような状態なので、40歳になるかならないかっていう時にもう更年期障害みたいなものを全部経験してるんですね。冷えどぼせみたいなホットフラッシュにもなりましたし、もう皮膚の下をずっと虫がうごめいてるような、全身のなんかもうかゆみというか、うずきというか、もうなんかもうモヤモヤみたいなものがずっとありましたし、何よりひどかったのがもう本当に乾燥して粉が吹くような乾燥肌もしんどかったですし、脳に何かあるんじゃないかなっていうぐらいキーンっていうのと、モワン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 っていうようなずっと頭のモヤモヤと耳鳴りみたいなものが同時に起こり始めるんですよ。そしてこっから上のホットフラッシュで汗がボトボトになるし、ちょっと動いたらハーハーゼーゼーで、いろんな検査をしたんですね。これ絶対何かの病気だわと思って、いろいろな検査をしたんですけれども、違いますと、ホルモンのバランスですとはっきり言われたくらい、何にも他には異常がないのに、もう体にはありとあらゆるような、そういう体に出てきた障害に対して、今度はイラ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 してくるし、落ち込みやすいし、ちょっとしたことで悲しくなるし、ちょうど私その時に絵描きもちょっとやめてる時間で、ちょうど一緒に暮らしてた人が借金まみれで嘘がどんどん出てきて、もうそれも重なって久しぶりにもう消えたいって、もう死にたいとは思わないんですけれども、もう湯気みたいにもうこの世からわーってもう消えたいって、だってもう自分で自分をってなったら他に迷惑かかるので、誰かに迷惑かけるっていうのも絶対嫌だし、もうふわっと湯気みたいに消えたいって思ったぐらい、もうどん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 打つみたいな感じになってきて、その時もう龍がいたんですけれども、愛犬の龍のご飯を作る時にあってこう我を取り戻すような感じ、龍のご飯を作らないといけない、私がいないとこの子生きていけないんだっていうような、龍がいなかったら今頃どうなってたのかなっていうくらい龍に助けられた部分もあるんですね、っていう感じで私のことばかり喋ったんですけれども、産後うつの時にもお話ししたんですけれども、どうしてもこのホルモン系の症状っていうか障害っていうのは自分ではどうすることもできないなって、更年期障害を抱えてるお母さんを持つ娘とか子供とかって、何お母さんサボってんの、何やってんの、別に体なんともないんだったらもうちゃんとしなよって思うかもしれないんです。思わない人も思う人もいると思うんですけれども、更年期障害を抱えてる人の周りにいる人にまず言いたいのは、もう自分ではどうすることもできないのが更年期障害なんですよ。自分で汗かきたいと思って書いてるんじゃないの。だから周りの人はイライラしないでほしいし、変に同情もしてほしくないし、やっぱりね、寄り添っていただきたい。更年期障害の人が近くにいたら、だって自分もいつかなるんだもん、絶対なるんだもん、みんな。そして更年期障害になったら、もう私がホルモンのバランスでちょっとおかしくなった経験があるので言えるのは、すぐ病院に行ってください。もう心がしんどいなって、もうこの世の中から消えたいなとか、もうちょっと鬱だなって思ってきて、何を見ても楽しくないし、何を見てももうマイナス思考にしかならない
ないし自己否定繰り返してるなと思ったらカウンセリング受けてください。もう恥ずかしくもなんともないので。そしていやいやといっても精神科に行ったりね、そういうのはちょっと恥ずかしいっていう方は下にいろんなサイト貼っておく、愚痴をこぼせるサイトから本当の心のしんどさを言えるサイトから命の電話とか LINE とかメールとか何かしらでもう一個書いてもうそこ繋がらなかったら絶望的になるので、もうありとあらゆるところをいっぱい書いておいたので愚痴を言うだけでもすっきりすることがあるので、とりあえずいろいろ貼っておいたので説明欄を参考にしてください。そして一番大切なのは、もしご家族がいる状態で更年期障害で悩んでいる方は自分の不調とか自分のしんどさっていうのを何も恥ずかしくないことだっていうのをさっき言ったようにまず認識して家族に全部話してください。家族はわからない、この更年期障害だけは言わないと誰も理解してくれません。なので私はこういう理由で今こういう苦しさがあると、心にしてもいろんな体の不調にしても今こういうことでこういう辛さがあるからここはお願い分かってっていうことを冷静な時にちゃんと淡々と家族に話してください。それで乗り越えられた人もたくさんいるので、あとはもうどうしてもってなったら漢方の治療もあります。もうどうしてもの時はホルモン補充療法とかピルを使ったりとか、もう先生によったらいろいろあって何かしらの解決策は絶対あるんですね。体の不調だったらお薬とか漢方とか何かしらで改善するように寄り添ってくれる先生っていうのが絶対いるので、諦めないで治療してくれる病院を見つけてください。そして心がしんどいってなったらサイトでもいいですし精神科でもいいので自分で全部抱え込まないで誰かしらに相談してください。さっき言ったように家族でもいいけれども家族に言えないっていう場合は病院の先生でもいいですしサイトでもいいので何かしらで吐き出すところは必ず作ってください。これは産後うつの時に話したのも一緒です。普段何もない時のリフレッシュ1時間がこういう時って1時間リフレッシュしたら普通の時の何倍にもなります。1日リフレッシュするだけでもう何年もリフレッシュした時のようなそういう感覚も味わえるので、心が辛い時はぜひ我慢しないで吐き出すなり休憩するなりリフレッシュするなり、もしお仕事を抱えてたら仕事を休んで自分のときめくことをするとか自分のために時間を使ってみてください。そして私がちょっと気になったものを皆さんにご紹介したいんですけれども、自分がどれほどのものを抱えているのかっていうことをわからないと何も始まらないということで、クッパーマンの更年期指数っていうのが最近流行ってるということで、それを皆さんにご紹介したいと思います。一緒にこれをやってみてください。そして自分の心が今どれだけ疲れているのか、自分がどれほどの更年期を抱えているのかということを今認識してください。もしかしたらこの動画を見てる段階で私には何にも更年期感じてないよと思う方の心にももしかしたら何かあるかもしれないので、早期に知ることが早期に対処することにもつながるので、ちょっとこのクッパーマンの更年期指数一緒にやっていきましょう。今からいろいろな質問をしていきます。そして私がする質問に対してそれを強く感じるっていう場合は3点になります。そして中くらいに感じるっていう場合は2点です。そして弱いけれども感じるっていう人は1点、全く何も感じないっていう人は0点、そんな感じで数字を足していってみてください。まず1つ目の質問は、首から下はそれほどでもないのに首から上がやたらほてったり熱くなることありませんか。これを強く感じるという方、またはもう汗がボトボトできてもうすでにホットフラッシュっていう方は3点、なんとなくちょっと熱く感じることありますっていう方は2点、ちょっとだけちょっと熱くなることありますっていう方は1点、全く何もそんなこと感じたことないですっていう方は0点で構いません。そして次の質問です。さっきは頭だけだったんですけれども、これは全身です。最近やたら汗をかく、特に今冬ですけれども、これを強く感じる方は3点、中くらいの方は2点、弱い方は1点、ない方は0です。そして次の質問です。今度は逆に腰や手足、末端や関節がやたら冷える、手足とか関節とか冷えますか。すごくそれを感じるっていう方は3点、あ、時々感じるかもっていう方は2点、ちょっと感じることあるかなっていう方は1点、全くそういうことないですっていう方は0点を足してください。次の質問です。動悸や息切れがする、そんなに動いてないのにすぐに息切れをする、すぐ動悸がしてくるっていうことないでしょうか。たくさんあるっていう方は3点、中くらいの方は2点、ちょっと感じるっていう方は1点、全く感じない方は0点。次の質問は、手足がしびれる、そんなことないでしょうか。頻繁に手足がしびれるっていう方は3点、
たまに手足しびれるっていう方は2点、ごくたまにっていう方は1点、全く手足のしびれ感じないっていう方は0点です。次の質問は、手足の感覚が最近なんか鈍いって感じることないでしょうか。すごく感じるっていう方は3点、ちょっと感じるかもっていう方は2点、たまに感じるっていう方は1点、もう全く感じないっていう方は0点です。次の質問は、前はよく眠れていたのに最近夜全然寝つけない、夜全然眠れないっていう方いませんでしょうか。頻繁にそういう夜があるっていう方は3点、たまに眠れないことがあるっていう方は2点、ごくたまにそういえば眠れないことあるかもっていう方は1点、でも全然ぐっすり眠れますよっていう方は0点です。次の質問です。夜眠りにはつけるんだけれども、すぐに目を覚ますっていう方、眠りが浅いっていうことないでしょうか。眠りの浅さをすぐ感じる方、もうすぐに目を覚ましてしまうっていう方は3点、たまに目を覚ましますっていう方は2点、ごくたまに目を覚ますことありますっていう方は1点、寝てしまったら朝までぐっすりですっていう方は0点です。興奮しやすくなりましたっていうことないでしょうか。以前よりも興奮しやすくなった、それが頻繁にある方は3点、そういえばたまに興奮するっていう方は2点、ごくたまに興奮するっていう方は1点、全く興奮はしません、前と変わりませんっていう方は0点です。前よりも神経質になったっていうことないでしょうか。すごく神経質になったっていう方は3点、前よりもちょっと神経質になったかもっていう方は2点、ごくたまに神経質になることがたまにありますっていう方は1点、全く神経質なことないですっていう方は0点です。次の質問です。つまらないことでくよくよしたりとか憂鬱になりやすくなったっていうことないでしょうか。前よりもそういえばすごく憂鬱になる、すごくくよくよするようになった、そんなことが頻繁あるっていう方は3点、たまにそういえば憂鬱になるかも、前はこんなことなかったのにっていう方は2点、ごくたまにやたら憂鬱になったりくよくよしたりしますっていう方は1点、全然そんなことなく毎日あっけらかんと楽しく生きてますっていう方は0点です。次の質問は、めまいや吐き気をすることがないでしょうか。何も他に病気がないのにめまいや吐き気を経験する頻度が増えたっていう方は、それが頻度が強かったら3点、たまには2点、ごくたまには1点、なければ0点です。でもこれは他の病気のある場合もあるので、いろいろ検査をしたり人間ドックに行って他に病気がないっていう方に限ります。次の質問です。疲れやすくなったことないでしょうか。これも3点2点1点0点で計算してみてください。次の質問は、肩こり腰痛手足の節々の痛みがあるっていう方いませんでしょうか。前よりも肩こり手足の痛み腰痛いろいろなところが痛みがひどくなったっていうことないでしょうか。これも3点2点1点0点で加算してみてください。頭痛です。前よりもやたら頭痛が気になるようになった、これも3点2点1点0点で計算してみてください。心臓の鼓動とか動悸を感じるようになったことないでしょうか。これも頻度とか度合いによって3点2点1点0点で計算してみてください。次の質問は、私もこれは経験があるんですけれども、皮膚をアリが這うような感じがするとか、皮膚の下になんか虫がうごめいてるようなそんな感覚がするっていう方いませんでしょうか。これも3点2点1点点0点で加算してみてください。以上がちょっと更年期指数の計算になるんですけれども、これらの質問を3点2点1点0点で加算していってみてください。その合計の数字が35点の方はもう立派な更年期障害に入ってます。更年期障害が強く出てますということになります。合計の数字が21点から30点の方はもうちょっと中くらいまで更年期障害更年期指数ありますよということになります。15点から20点だともうちょっと軽めですけれども更年期の障害出てるかもしれませんということになります。15点以下は大丈夫ですよって、これは更年期障害じゃなくってごくたまに何かが出る程度なのでまだ気にすることはないですよという、あくまでも大まかな目安になります。点数は低くても何かすごく悩みがある方は必ず産婦人科なり心療内科の相談を受けるとか、もう何か鬱憤たまってちょっとイライラするっていう方はちょっと早めにいろいろなサイトでもいいので相談したりとか愚痴を吐き出したりとかしてみてください。ちなみに私の指数は昔だったら多分すごい高かったと思うんですけれども、今現在の私の指数は11でした。そして更年期にも初期中期後期っていうのがあるんですね。自分の症状が初期なのか中期なのか後期なのかっていう一つの目安と思って聞いてくださいね。初期の症状としたら気分の不調が出てきたりとか憂鬱やイライラの精神不安定情緒不安定顔が赤くなるほてりのぼせなど
度の熱感、急な発汗、これホットフラッシュですね。あとは頻尿などもこの初期に挙げられます。そして中期になると今度は気分の不調じゃなくって血の不調、血流の不調が出てくるんですね。動悸、息切れ、手足の冷え、手足の脱力感やしびれ、眠気、不眠や不安感、高血圧、頭痛、頭の重だるさ、月経乱れ、これらが中期の症状です。そして後期になると水の不調が出てくるそうです。おしんがあったりとか吐き気があったりとか、やたらむくむとか、めまいがあったりとか、耳鳴りとか、強い頭痛とか、それらが後期の症状になるそうです。もちろんこれは大きな目安ですので、これ以外にもいろいろあると思うんですけれども、一つの目安にしていただいたらいいと思います。そしていろいろサイトを見てると、やっぱりね、漢方が結構効き目があるということをいろいろなサイトに書いてるんですね。命の母も多分漢方が中心となったお薬だと思うんですけれども、いろんなサイトのいろいろなブログとかいろいろ見てたら、漢方の力を借りてうまく切り抜けて解決に導いてる人もたくさんあるので、決して解決法がないわけではないので、貪欲にいろいろ調べてみて、自分に合った方法でこのね、なんとかもうみんなが経験していくとこで、やっぱり落ち着くとこっていうのができてきて、落としどころは必ず見つかると思うので、あんまり暗い気持ちにならずに前向きにいろいろ探してみて、自分の寄り添い方とか解決法っていうのを探してみてください。もうね、何も解決にならないかもしれないんですけれども、今日はこの更年期うつ、私ももうすぐ50ということで、女性でも男性でもないので、私はホルモンしているので、当てはまるとことか当てはまらないとこもあるかもしれないんですけれども、皆さんよりちょっと早くちょっと更年期の障害のような経験をしたので、ちょっとこのことを調べて検索して皆さんにご紹介してみました。この動画がほんのちょっとでも役に立ったよっていう場合は、グッドボタンとチャンネル登録、そしてベルボタンの全てを受け取るの設定、よろしくお願いします。それではまた次のココアートチャンネルでお会いします。ありがとうございました。